クニックはどんなテクニックなんでしょうか。はい、ちょっとなかなか起きない人をあっという間に起こすことができる時代です。っていう風に言うとすぐに起こすことができます。そのテクニックにどれだけ効果があるのかっていうのをですね、今回100人の方で、はい、我々実験したんです。小池どうぞ、はい、なかなか起きない人をあっという間に起こす時短テクニック。ある言葉をかけることで起こすことができるということなんですが、あっという間に起こすことができるんです。果たしてどんな時短テクニックを使ったのでしょうか。いつもお酒を飲むとなかなか起きなくて奥さんを困らせているという葉月さんで実験。ほら起きてください。ちょっと起きて、ほら全然起きないです。もうほんと飲んじゃうと全然起きなくて。ここでご主人に時短テクニックの実験開始。お客さん終電ですよ。終電ですよ。終電って何？起きました。お客さん終点ですよの一言で寝ている人を起こす時短テクニックなんです。お父さんなんで起きたんですか。パッとそれ耳に入ってきて、なんだろうな、やべえって感じでしたね。あっ、起きなきゃって感じで。この時短テクニックどれくらい効果があるのか、寝ているお父さん100人に実験。ご協力いただいたこちらのご家庭では、お父さんがテレビの前のソファーで熟睡中。起きて、早く起きて。起きないとほら風邪ひいちゃうよ。気を取り直して時短テクニックの実験開始。お客さん終点ですよ。あ、こちら。